この焼き色、君に会いたかったんだ。ほら、うまそうでしょ。もうこれで食べたい。このツヤ、美味しそうでしょ。ジュンシャンラゲンモンということでですね、今日も始まりました、ジュースのパズレシピございます。ということでですね、今回、作っていくのはですね、初春なんで、これじゃないですか、キャベツ。キャベツ皆さん美味しく食べたいですよね。これからね、安くなってくるキャベツなんですけども、もう春キャベツのもう先取りやっていきたいと思います。鶏肉と合わせてですね、本当に美味しい鶏キャベツ。端的に言えば鶏とキャベツを炒めなんですけども、キャベツ普通にね、鶏肉と炒めてもキャベツなんて美味しいじゃないかと思われるかもしれないんですけども、このやり方でやってほしい。それぐらい美味しいやり方なんで、今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ということで、今回は本当に美味しい鶏キャベツを作っていくんで、本当に美味しい鶏キャベツを作る上で何が一番重要かっていうと、本当に美味しい料理には本当に美味しいお酒が必要だと思います。本当に美味しいお酒をこれから作っていきたいと思います。本当に美味しいハイボールをこれからね、作っていきたいと思います。すいません、僕が飲みたすぎて材料紹介してなかったんで今からします。鶏もも肉1枚、 300g ぐらい、はい、もうちょっと奥でも構いません。はい、あとキャベツが1/4、ニンニク1かけ、バターが 10g、 調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。じゃあやっていきたいと思います。まずね、鶏肉、僕の、鶏もも肉のやり方ですと、半分に まず切っちゃう。僕ね、最近このやり方多いです。はい、そうすると、鶏肉はね、焼ける面が多くなってきますんで、炒め物に向きます、このやり方。はい、ちょっとね、幅広くやっていただくと炒め物には非常に向くと思います。あのね、角切りとかでも悪くないんですけども、やっぱり、ね、焼く面がね、角切りとかと少なくなってしまいますんで、ちょっと香ばしさがつきにくいかなっていうふうに思いますんで、最近は半分に切ってそれを斜めにそぎ切りしていくっていうやり方を、推奨してます。煮物とかでも使える方法ですんで、薄切り肉みたいにこの鶏もも肉を使っていくやり方ですね。で、こんな感じで斜めに切っていって、はい、こんな感じですね。はい、箸でも掴みやすいんでね、これね。今回お肉から切ってます。なんでかっていうと、このお肉ね、漬けておきたいからなんですね。最近僕気づいたんですけど、お砂糖からやると、お砂糖ってサラサラしてるから、あのスプーンが汚れないって。これ味噌からやっちゃうとね、味噌と一緒に砂糖がヘラヘラ散るじゃないんですよね。だからお砂糖からやってった方がいいって最近気づきました。砂糖とお酒大さじ1杯ずつ。お砂糖は甘み漬け、お酒は臭み抜きですね。旨味入れていきます。鶏肉のイノシン酸に、味の素4杯、これね、あとお味噌が大さじ2杯ね。パンチ的にはなんかね、岐阜とかで食べられたあのケイちゃんっていう料理にね、すごい似てるんですけども、ちょっとね、またあの色が違うんですよね。ニンニク入れたら、ここね、あの揉み込んでください。味噌の味を鶏肉に入れていく。味噌ってね、重宝するんですよ。もう日本の中でも非常に使える調味料ですね。福だしにいいんですよね。とろみもつきますし。で、これをちょっとね、あの時間にして10分か15分ぐらい置いておくと、鶏肉、まあそぎ切りにしてあるんで、結構もうすぐ味は染みるんですけども、染みさせて鶏肉にうまみを持たせる。さっきお肉切ってるんで、お肉切ったあのまな板っていうのは洗ってください。これね、この芯はちょっと硬いんで、ちょっと取り除きます。サクッと乱切りね、していきます。まあ、こんな感じ、もうこんな感じです。いいと思います。乱シーチー。で、これが乱です。最初にちょっとね、電子レンジで1回温めておくんですね、これね。まず鶏肉を炒めるじゃないですか。鶏肉を先に炒めていくと、後からキャベツを入れていくとですね、焦げちゃうんですよね。キャベツがいい感じになるまでにこの味噌が焦げちゃったりするんで、最初にあらかじめ火を通しておくと、まあだから中華料理でいくと油通しみたいなことをするんですね。どうやってやるかっていうと、バターね、あのバターの香り、味噌とすごく相性がいいんで、バターこの上にのせます。1分半で、600ワット1分半ですよ。バターも入れることによってバターも加熱されて野菜に絡むんで、野菜の水分が保湿されます。この一連の流れをやっていくうちに鶏肉は使っていきますんで、時間計らなくても大体大丈夫だと思います。では1分半加熱したものがこちらになります。はい、
どうですか、ちょっとバター溶けてますね。鶏肉に下味をつけたんで、キャベツにも下味をつけていきたいんですね。でここに片栗粉ね、小さじ1杯、お醤油小さじ1杯、塩コショウ、まあ、これぐらい適量ですね。はい、入れていきます。なんで片栗粉を入れてるかっていうと、片栗粉をキャベツにまぶしておくことによってキャベツが保水されますし、鶏肉もですねいい感じのとろみがつくんですね。電子レンジでね加熱されておりますんで、中から火がじんわり通ってくるんです。でこれ今もあのこのキャベツってあったかいんで、じわ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 火が通ってってますんで、外でやるときにさっと炒めて、かなり美味しくなります。じゃあこれから炒めの工程に入っていきたいと思います。はい、それではやっていきます。少量の油、もともともうあいつも入ってるんで、バターも入ってるんで、油少量入れてください。小さじ1から小さじ1半ぐらいでいいです。はい、バターがね入ってるんで、油はもうそんないらないんで、はい、でもね全くないはないでダメなんですよね。はい、じゃあ全部入れていきます。これ中火でやってますけども、鶏って皮に豊富に油が含まれてるんですよ。鶏の皮の油っていうのは油を引かないとなかなか出ていかないんですね。炒めるフライパンに油が入ってると、油と鶏の油がこう引き合ってですね、非常に油が出てくるようになります。一番ヘルシーなやり方っていうのは、少量の油で鶏肉を炒めて、油を出して最終的に油取っちゃうっていうのが一番ヘルシーにいただけるやり方なんです。ちょっと強めの中火ぐらいにしましょうか。焦げというか焼き目をつけた。ほら見て、こんな焼き目よ。この焼き色、君に会いたかったんだ。ほらうまそうでしょ。もうこれで食べたい。これで食べたいんだけど我慢して先を食べていきます。あーすっごい匂いする。これはもうニンニク味噌ダレの効果ですね、これね。はい、そして気になる方は油拭いてくださいね、こうやってね。鶏皮の油が結構出てます。これ拭いてて、拭いててください。拭いていくと焦げもねちょっと軽減されます、ね、これぐらいのいい色に鶏肉が炒まったら、ここでキャベツ、火加減は強めの中火でいいでしょ。これでざっくりこうやって炒めていく。ここでキャベツが生のまんまだと結構火入れをしなきゃいけないんで、クタクタのキャベツも美味しいんだけどね。でもこうやって彩りがあって美味しい炒め物になりますんで、1分するかしないかぐらい炒めたら、ほら見てください、このツヤ美味しそうでしょ。あとは余熱でかなりいい感じの火が通っていきますんで、もう今日は面倒くさいからこのフライパンで食べていっちゃいますから。これね軽く2、3人前ありますからね。本当の美味しい鶏キャベツ炒めの完成でございます。いただいております。うーい、じゃあいただきちゃいますよ。いきたいと思います。香りやば、これやばいわ。くわー、たまんねー。キャベツがちょうど歯ごたえが残る炒め加減で非常にうまい。キャベツの甘みが立ってますね。甘みゆきです。うまい。バターがうまいんだと思う。キャベツに片栗粉も入ってますんで、全体的なまとまりがいいですね。とろみがついててね。これこそタバスコだと思います。いつもタバスコ使ってるんで。お、居酒屋で出そう。甘みがすごく際立ってるんで、少し酸味と辛みが入ると非常にビールの進む出来になりますね。みんな来ましょうか。乾杯。あー、うまくいただきます。はい、どうぞ。いただきます。うまっ。バターを感じるね。いつも言いますけど、野菜の火の通し加減神っすよね。野菜の火の通し方マジで考えてる、うん、タバスも良かったけど、今かけた胡椒も良かったね。うん、その胡椒も良かった。いただきます。うん、合う。アクセントが加わることによって非常に進むんですよね。いや、これマジでうまいな。このやり方なら失敗しないから。もうね、みんながねこのリュウちゃんバズレシピとか、いろんな料理チャンネルを使って何を一番思ってるかって言ったら、絶対に失敗したくない。まあそれはだって失敗したらご飯食べれなくなるからだから、そこに注力してやっていきたいと思ってます。だから皆さんもレシピ通り作ってほしいということで、美味しいのでぜひビール片手、もしくはご飯片手にぜひ作ってください。ちょっともうね、言い過ぎない。この間悪意を持った編集をさせるね。
俺そこまで見てなかったからなんか最後面白いですねみたいなコメントあったから、何の回だっけあれ、この間の無限白菜サラダです。無限白菜サラダだね、無限俺そんなにあのって言ってたっけ、あのおじさんになってた。生のキャベツに片栗粉とかまぶそうとかってなったら失敗しますよあなた家族も弟子あんた死ぬわよ死にはしないでしょ